皆さん、こんにちは。パソチャ TV へようこそ。今日はワードの図形の機能を使って桜並木のおはがきを作ります。図形の作成、編集、コピー、貼り付け、グループ化、図として貼り付けの練習をたくさん行います。桜のお花をたくさんコピーして満開の桜並木にしていきましょう。それでは参りましょう。スタートボタンをクリックして、すべてのアプリからワードを起動します。ワードが起動しましたら、白紙の文章をクリックします。準備としてレイアウトタブをクリックします。サイズははがき、印刷の向きは横、余白は一番下のユーザー設定の余白をクリックします。ページ設定ダイアログが表示されました。余白タブをクリックします。余白に入力されている数字はすべて消していただいて、上は10、下も10、左も10、右も10と入力します。できましたら OK ボタンをクリックします。今回は3ページ用紙を使っていきます。エンターキーをトン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 と押して、用紙の3ページまで行きましたら、用紙の2ページ目の一番上をクリックしてカーソルをチカチカさせていきましょう。これで準備ができました。これから図形を作成していきますが、分かりやすいように表示倍率を拡大していきます。画面をご覧の皆様は、ご自分がやりやすいサイズに表示倍率を変えてみてください。それでは最初に桜の木を作っていきます。挿入タブをクリックします。図形の下向きの矢印をクリックします。基本図形の中の台形をクリックします。マウスの形がこのように少し大きめのプラスになりましたら、細長い台形を作っていきます。このような形の台形です。とても細長いです。ではこの台形が選択されている状態で、図形の書式タブより図形の塗りつぶしの下向きの矢印をクリックします。この中から塗りつぶしの色をクリックします。色の設定ダイアログが表示されました。標準タブをクリックします。色の設定ダイアログが分かりやすいように、こちらの表示倍率も変えていきます。ではこの中からこの一番下の列の中ほどのこちらの茶色、これをクリックします。色を選択しますと、色の設定ダイアログの右下の新規のところに選んだ色が表示されます。できましたら OK ボタンをクリックします。続いて図形の枠線の下向きの矢印をクリックして、枠線なしをクリックします。次にホームタブをクリックします。コピー、貼り付け、細長い台形がもう一つコピーされました。では今コピーした2つ目の台形、こちらを選択します。この2つ目の台形は木の枝にしていきます。長さを短くしていきます。台形の下の方の真ん中にあるハンドル、こちらにマウスをぴったりとポイントしましたら、マウスの形がこのようになります。マウスの左ボタンを押したまま上へと押し上げて、元の長さの半分ぐらいまでの長さにしていきます。できましたらマウスを離します。続いて小さい台形の右側の真ん中のハンドルにマウスをポイントし、マウスの形がこのようになりましたら、マウスの左ボタンを押したまま左へとずらしていきます。台形の幅が狭くなりました。続いてこの小さい台形の角度も変えていきます。
台形の上の方にある回転ハンドルにマウスをぴったりとポイントし、マウスの先がこのようなぐるりの形が表示されましたら、マウスの左ボタンを押したまま右へと傾けていきます。できましたら、この木のところに枝のようにつけていきます。長さが少し長いようでしたら短くしていきます。幅の方も変えていきましょう。ではこちらをまたコピーして貼り付け、もう一つ枝ができました。ではこちらを今度は角度を変えていきましょう。図形の上の回転ハンドルにマウスをポイントして、マウスの形がこのようにぐるりのマーク出ましたら、マウスの左ボタンを押したまま今度は左の方に傾けていきます。自然のものですので、完全な左右対称にする必要はありません。では向きを変えた枝の図形を今度は左の方に配置していきましょう。再びこちらをコピー貼り付けしていきます。枝をもう一つ加えていきましょう。角度や長さは自由で構いません。またコピー貼り付けをして、角度を変えて今度はこちらの方につけていきます。だいたい枝が 4,5 本できれば良いかと思います。ここまでできましたら、この図形全体を選択していきます。ホームタブより編集グループの選択の下向きの矢印をクリックします。オブジェクトの選択をクリックします。この図形すべてが選択されるように、左上から右下に向かってぐーっと大きくドラッグしていきます。画面のようになりましたらマウスを離します。図形がすべて選択されました。ではこの状態で図形の書式タブをクリックします。配置グループのオブジェクトのグループ化の下向きの矢印をクリックして、グループ化をクリックします。図形がひとまとめになりました。図形がグループ化されましたら、一度何もないところでクリックして選択を解除します。続いて桜の花びらを作っていきます。ページは3ページ目で作ります。3ページ目の一番上をクリックしてカーソルをチカチカさせていきます。購入タブをクリックして図形の下向きの矢印をクリックします。基本図形の中のハートをクリックします。マウスの形がこのように少し大きめのプラスになりましたら、縦に長いハートを作ります。このように縦の長いハートができました。ではこのハートの図形が選択されている状態で、図形の書式タブより図形の塗りつぶしの下向きの矢印をクリックします。塗りつぶしの色をクリックします。色の設定ダイアログが表示されました。標準タブをクリックします。色の設定ダイアログの表示を大きくしていきます。この中から桜の花びらですので、ピンクの色を選んでいきます。今回は2色作るのですが、最初は薄いピンクの花びらを作っていきます。画面のような真ん中に近いところのピンク、こちらを選んでいきましょう。ここはお好きなもので良いのですが、あまり濃くないピンク、こちらを選びます。色を選びましたら OK ボタンをクリックします。薄いピンクのハートになりました。ではハートの図形が選択されている状態で、
図形の枠線の下向きの矢印をクリックして枠線なしにしていきます。続いてハートの図形が選択されている状態でホームタブをクリックします。コピー貼り付け、ハートがもう一つコピーされました。では2つ目のハート、こちらの向きを変えていきます。作業が分かりやすいようにちょっと移動していきます。2つ目のハートの図形が選択されている状態で図形の書式タブをクリックします。配置グループよりオブジェクトの回転の下向きの矢印をクリックして上下反転をクリックします。ハートの向きが逆さまになりました。続いてこのハートの高さを今の半分ぐらいの高さにしていきます。上の真ん中のハンドルにマウスをポイントし、マウスの形がこのようになりましたらマウスの左ボタンを押したまま押し下げていきます。ハートの高さが低くなりました。続いて幅も狭くしていきます。左右の真ん中にあるハンドルにマウスをポイントします。右左どちらでも構いません。画面では右のところにマウスをポイントします。マウスの形がこのようになりましたらマウスの左ボタンを押したまま内側へとドラッグしていきます。最初よりも半分近く幅が狭くなりましたら一度マウスを離します。続いてこの小さくしたハートを最初のハートのこちら側に乗せていきます。桜の花びらの先端の部分を作っています。位置の調整がマウスでやりにくい場合にはキーボードの上下左右の矢印キーで調整していきましょう。画面のようになりましたら今度はもう片方の三角の部分、こちらも作っていきます。ホームタブをクリックしてコピー貼り付けできましたら今度は右側の方に配置していきます。できましたらマウスを離します。画面のように桜の花びらの先端ができました。ではこちらをグループ化していきます。ホームタブより編集グループの選択の下向きの矢印をクリックしてオブジェクトの選択をクリックします。すべての図形が選択されるように用紙の左上から右下に向かってぐーっと大きなグレーの四角を作っていきます。できましたらマウスを離します。すべての図形が選択されている状態で図形の書式タブをクリックします。配置グループのオブジェクトのグループ化の下向きの矢印をクリックしてグループ化をクリックします。こちらの図形がひとまとまりになりました。ではこの花びらをもう一つコピーします。ホームタブよりコピー貼り付け、2つの花びらができました。では続いて桜のお花を作っていきますが、その前に形がよくできるように補助線を作っていきます。挿入タブをクリックして図形の下向きの矢印をクリックします。星とリボンの中の星5ポイント、こちらをクリックします。マウスの形がこのように少し大きめのプラスになりましたらこの用紙の半分以上を使って思いっきり大きな図形を作っていきます。画面の位置ぐらいでシフトキーを押しながらマウスの左ボタンを押したままぐーっと右下にとても大きな星を作っていきます。
髪もギリギリのところまで引っ張って良いかと思います。画面のようになりましたら、マウスを離してからシフトキーを離します。とても大きな星の図形ができました。この星の図形の上の方に黄色いハンドルがあります。こちらの黄色い調整ハンドル、ここにマウスをぴったりとポイントし、マウスの形が矢尻のようになりましたら、マウスの左ボタンを押したまま下へ下げていきます。そうしますと、このように星のボディがどんどん狭くなって、ついには骨だけになります。ここまで来ましたらマウスを離します。ではこの補助線に合わせて桜のお花を作っていきます。今2枚の花びらがありますが、どちらでも構いません。1つクリックして選択します。こちらの花びらを補助線の上の方に串刺しのように乗せていきます。画面のようになりましたら、花びらの図形が選択されている状態で、図形の書式タブより配置グループの前面へ移動の右側の下向きの矢印をクリックして、最前面へ移動をクリックします。補助線よりも花びらが上に配置されました。ではこの状態でこの花びらをコピーしていきます。ホームタブをクリックして、コピー貼り付け、花びらがコピーされました。ではコピーされた花びらが選択されている状態で、図形の書式タブをクリックします。配置グループよりオブジェクトの回転の下向きの矢印をクリックします。その他の回転オプション、こちらをクリックします。レイアウトダイアログが表示されました。中ほどの回転の中の回転角度、今0度になっているかと思いますが、こちらは消していただいて72と入力します。できましたら OK ボタンをクリックします。花びらが72度傾きました。では傾いた花びらをこの右側の補助線のところに乗せていきます。できましたら、今乗せた72度傾けた花びらを選択し、ホームタブよりコピー貼り付け、傾けた花びらがコピーされました。ではコピーされた花びらが選択されている状態で、図形の書式タブをクリックします。配置グループのオブジェクトの回転の下向きの矢印をクリックして、左右反転をクリックします。花びらの向きが変わりました。では向きが変わった花びらの図形を、今度は補助線の左側、こちらの方に乗せていきましょう。続いて最初に配置した花びら、1枚目の花びらですね、こちらをクリックします。ホームタブよりコピー貼り付け、花びらがコピーされました。ではこのコピーされた花びらの角度を変えていきます。コピーされた花びらの図形が選択されている状態で、図形の書式タブをクリックします。配置グループのオブジェクトの回転の下向きの矢印をクリックして、その他の回転オプションをクリックします。レイアウトダイアログが表示されました。回転の中の回転角度、こちらを今度は144と入力して OK ボタンをクリックします。角度が変わりました。では角度が変わった花びらの図形を、今度はこちらの右下の方の補助線に乗せていきます。
4枚目の花びらができました。ではあと1枚作ります。今右下に乗せた花びら、こちらを選択してホームタブよりコピー貼り付け、貼り付けられた花びらの図形が選択されている状態で図形の書式タブをクリックします。配置グループのオブジェクトの回転の下向きの矢印をクリックして左右反転をクリックします。花びらの向きが変わりました。では向きが変わった花びらをこちらの左下の補助線のところに乗せていきます。はい、これで花びらが出来上がりました。補助線を使うことで形がよくできるようになります。ではこの5枚の花びらを選択していきます。1枚目を選択しましたらシフトキーを押して2枚目、3枚目、4枚目、5枚目すべての図形が選択されましたらシフトキーを離します。図形の書式タブより配置グループのオブジェクトのグループ化の下向きの矢印をクリックしてグループ化をクリックします。桜のお花がひとまとめになりました。ではひとまとめになった桜のお花は左の方に載せておきましょう。こちらの大きな補助線、今回はもう使いませんのでこちらをクリックしてデリートで削除してしまいましょう。では次にこの桜、こちらのお花の色を少しグラデーションを入れて変えていきます。桜の図形が選択されている状態で図形の書式タブをクリックして図形の塗りつぶしの下向きの矢印をクリックします。グラデーションにマウスをポイントします。この中からその他のグラデーション、こちらをクリックします。図形の書式設定の画面が表示されているかと思います。バケツのマーク、塗りつぶしと線というところをクリックして塗りつぶしのいろいろな設定があるのですが、この中から塗りつぶしグラデーションをクリックして選択します。今画面ではピンクから薄い青い色に変わりましたが、これから色を直していきます。グラデーションの分岐点というところでゲージがいくつかあります。今4つのゲージがありますが、こちらを直していきます。左から2番目のゲージ、こちらをクリックします。今回はこちらは使いませんので、このゲージがクリックされますと選択された状態になって、このゲージの周りが黄色い線で囲まれます。この状態になりましたら右側のゲージを削除する、グラデーションの分岐点を削除しますというところの赤いバッテンがついているボタンですね、こちらをクリックします。そうしますとゲージが1つなくなりました。左から2番目のゲージをクリックします。色のバケツのマークの右側の下向きの矢印をクリックします。最近使用した色というところに先ほど選択した薄いピンク、こちらが表示されているかと思います。もしこれが表示されていなければその他の色をクリックします。色の設定ダイアログが表示されます。標準タブをクリックして薄いピンクを選択しましょう。このように薄いピンクになりました。こちらの桜も薄いピンクになっています。続いて一番右側のゲージ、これをクリックします。今このゲージは薄い青い色になっていますが、これもピンクに変えていきます。色の右側のバケツのマークの
右側の下向きの矢印をクリックします。その他の色をクリックします。色の設定ダイアログより標準タブをクリックします。先ほど選んだピンクよりもちょっとだけ濃いピンクを選んでいきましょう。できましたら OK ボタンをクリックします。少し濃いピンクが入りました。続いてグラデーションの種類、こちらが今線形となっていますが、この線形の右側の下向きの矢印をクリックしてパスをクリックします。そうしますとグラデーションのかかり方が変わりました。続いてグラデーションの分岐点のゲージ、先ほどこの辺の色を設定しましたが、左から2番目のゲージをクリックします。このゲージをもう少し左の方にドラッグしていきますと、桜のお花がピンクの色が強くなってきます。真ん中の方、桜のお花の真ん中の方は少し白っぽく、外側へ行くほど濃い感じにしていければいいと思います。画面のような感じでグラデーションを入れていきます。できましたら今度はこの薄いピンクの桜をもう一つコピーして、これよりももう少し濃いピンクの桜を作っていきます。ホームタブをクリックしてコピー貼り付け、2つ目の桜のお花ができました。では2つ目の桜のお花が選択されている状態で、図形の挙式設定の画面の中でこちらの色を変えていきましょう。もうすでにグラデーションの設定が入っていますので、色を変えるだけにしていきます。ではグラデーションの分岐点の一番右側のゲージ、こちらをクリックします。色の右側のバケツのマークの右側の下向きの矢印をクリックします。その他の色をクリックします。今選ばれているピンク、これよりも濃い色にしていきましょう。ではこれよりも濃いピンクにしていきたいと思います。今回はこのピンクを選びました。この辺の色合いはお好きなもので良いかと思います。できましたら OK ボタンをクリックします。先ほどの色の薄い桜よりも色が濃くなりました。この分岐点をゲージを移動していくことでグラデーションのかかり方が変わってきます。一番右側のゲージをちょっと左の方にずらしていきますと、桜の外側の色が濃くなっていきます。画面ではこのぐらいのグラデーションをかけていきたいと思います。白いところももう少し小さくしていきます。画面のようになりましたら一度何もないところでクリックして選択を解除します。皆さんここまではよろしいでしょうか。それでは次にこの薄い桜、こちらをコピーして図として貼り付けていきます。薄い桜のお花をクリックして選択しましたら、ホームタブよりコピーをクリックします。用紙の2枚目、この桜の木があるページです。2ページ目の一番上をクリックしてカーソルをチカチカさせます。続いて貼り付けボタンの下向きの矢印をクリックして図として貼り付けをしていきますが、今回は貼り付けのオプションのところの図というのを図のボタンを選択します。そうしますと
薄い桜のお花が図として貼り付けられました。では貼り付けられた桜の図をクリックして選択します。図の形式タブをクリックします。配置グループより文字列の折り返しの下向きの矢印をクリックして全面をクリックします。折り返しが全面になりました。ではこの薄い桜のお花を少しずらしておきましょう。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。では同じように濃いピンクの桜も図として貼り付けていきたいと思います。用紙を3ページ目にしていただいて濃いピンクの桜をクリックします。ホームタブよりコピーを押していただいて2ページ目の一番上をクリックしてカーソルをチカチカさせます。できましたら貼り付けボタンの下向きの矢印をクリックして貼り付けのオプションの中から図というボタンをクリックします。先ほどと同じように濃いピンクのお花が図として貼り付けられました。では濃いピンクのお花を選択した状態で図の形式タブをクリックします。配置グループより文字列の折り返しの下向きの矢印をクリックして全面をクリックします。文字列の折り返しが全面になりました。ではこちらの濃いピンクのお花も右の方にずらしておきましょう。桜の花びらこちらも1枚図として貼り付けをしたいと思います。桜の花びらをクリックして選択しましたらホームタブよりコピーをクリックします。これも2枚目の一番上をクリックしてカーソルをチカチカさせましたらホームタブより貼り付けの下向きの矢印をクリックし貼り付けのオプションから図のボタンをクリックします。桜の花びらも図として貼り付けられました。では貼り付けられた桜の花びらの図をクリックします。図の形式タブをクリックします。配置グループより文字列の折り返しの下向きの矢印をクリックして全面をクリックします。こちらも全面に設定されました。ではこれも右の方にドラッグして寄せておきましょう。それではこの桜の木に桜のお花をたくさん咲かせていきたいと思います。最初にこの薄いピンクの桜こちらをコピーしてたくさん配置していきます。桜のお花が今大きいので今の大きさのだいたい4分の1ぐらいの大きさに小さくしていきます。大体の目安で良いかと思います。薄い桜のお花をクリックして選択していただきましたら左の角のハンドルこちらにマウスをポイントしてマウスの形がこのような形になりましたらマウスの左ボタンを押したまま右下へとドラッグしていきます。このぐらいの大きさになりましたらこの辺にずらしていきます。ではこれをたくさんコピーしていきます。小さくした薄いピンクの桜の図が選択されている状態でホームタブをクリックします。コピー貼り付け貼り付けをもうたくさん行います。ある程度貼り付けしましたら自由に桜の木に配置していきましょう。時々大きさや角度も変えていただくと良いかと思います。配置するものがなくなったらまたコピー貼り付けをしていきます。
間がないぐらいに貼り付けしていただいて良いかと思います。全体的に丸い感じにいかれるといいかと思いますが、自然のものですので完全に左右対称にならなくても良いかと思います。配置も時々この木の裏側にお花を配置しても良いかと思いますので、適当なところで選択しましたら、図の形式タブをクリックして配置グループより背面へ移動の下向きの矢印をクリックし、再背面へ移動、こちらをクリックしますと、この木の後ろに桜のお花が配置されていきます。少し茶色いところが見えるようにすると桜の木の雰囲気も出るかと思います。こんな感じでかなりぎっしりと配置を行いました。次に濃いピンクの桜、こちらもサイズを小さくしてこの桜の木の方に配置していきたいと思います。では濃いピンクの桜クリックしていただいて選択しましたら、こちらのサイズも小さくしていきます。桜の図の左角、左上のところにマウスをぴったりとポイントし、マウスの形がこのような形になりましたら、キーボードのシフトキーを押しながらマウスの左ボタンを押したまま右下へとドラッグしていきます。先ほどと同じかもう少し小さいぐらいにサイズを変えていきます。できましたらマウスを離してからシフトキーを離します。ほい、桜のお花も小さくなりました。ではこちらをいくつか5、6個配置していきたいと思います。では小さくした濃いピンクの桜が選択されている状態で図の形式タブをクリックします。配置グループより前面へ移動の下向きの矢印をクリックして最前面へ移動をクリックします。できましたらホームタブをクリックしてコピー、貼り付け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 、全部で6個ぐらい桜ができれば良いかと思います。できましたらこれをでもランダムに配置していきます。まずはもう少し増やしてもいいですし、逆に濃いピンクは少なくていいという方は減らしていただいても結構です。5、6個がアクセントになるのではないかと思います。ではこのようになりましたら、この桜の木全体を選択してグループ化を行います。それではホームタブをクリックして編集グループの選択の下向きの矢印をクリックします。オブジェクトの選択をクリックします。この桜の木全体が選択されるように左上から右下に向かってぐーっと大きな四角ドラッグしていきますと、このようなグレーの四角で囲まれます。画面のようになりましたらマウスを離します。ものすごい数の図と図形が選択されています。ではこの状態で図形の書式タブもしくは図の形式タブをクリックして
配置グループよりオブジェクトのグループ化の下向きの矢印をクリックし、グループ化をクリックします。桜の木がひとまとまりになりました。それではこのひとまとめにした桜の木もまた図として貼り付けをしたいと思います。グループ化した桜の木が選択されている状態でホームタブをクリックします。コピーをクリックします。貼り付け先は用紙の一番上、1ページ目の一番上をクリックしてカーソルをチカチカさせましたら、貼り付けボタンの下向きの矢印をクリックします。貼り付けのオプションの中の図のボタンをクリックします。桜の木が図として貼り付けられました。図として貼り付けられた桜の木が選択されている状態で図の形式タブをクリックします。配置グループより文字列の折り返しの下向きの矢印をクリックして全面をクリックします。桜の木が文字列の折り返し全面の設定が入りましたので、自由に位置や大きさを変えることができるようになりました。ではこの桜の木を桜並木にしますので、これをコピーして配置していきたいと思います。最初にこの桜の木の大きさをまた小さくしていきます。今の大きさの4分の1ぐらいの大きさにしていきます。桜の木の図が選択されている状態で、図の左角のハンドルにマウスをポイントします。マウスの形がこのようになりましたら、シフトキーを押しながらマウスの左ボタンを押したまま右下へとドラッグしていきます。だいたい先ほどの4分の1ぐらいの大きさになりましたら、マウスを離してからシフトキーを離します。このぐらいの大きさになりました。では最初にこの小さくした桜の木を用紙の右上4分の1ぐらいのところに配置していきます。ギリギリで配置して、右の方が見えなくなっても構いません。このような感じで配置していきます。できましたらホームタブをクリックしてコピー貼り付け、もう一つ桜の木ができました。ではこのコピーした桜の木をずらして左下にずらしていきます。さらに少しだけ大きさを変えていきます。少しだけ大きくしていきます。こんな感じです。できましたら今少しだけ大きくした桜の木が選択されている状態で、またこれをコピー貼り付けを押していきます。3つ目の桜の木を同じように少し左下にずらしましたら、また大きさも少し大きくしていきます。同じように4つ目も打っていきます。3つ目の桜の木が選択されている状態でコピー貼り付け、少し下げて大きさは少し大きく、またコピー貼り付けで少し下げて大きさは少し大きくしていきます。今5本目の桜の木ができました。あと2本ぐらい作っていきましょう。コピー貼り付け、最後は結構大きな桜の木になります。続いてこちらにもう一つ桜並木を作っていきます。今度は今の桜並木よりも全体的に小さいものを作ります。
では一番右上にある一番小さいサイズの桜、これをクリックしてコピー貼り付け、コピーされた桜をまた今度は用紙の下から4分の1ぐらいのところ、こちらに配置していきます。大きさはさっきよりも小さくしていきます。右の端っこが見えなくなっても構いません。こんな感じに配置しましたら、またこれをコピー貼り付けしていきます。先ほどと同じように少し位置は下げて、大きさは少し大きくしていきます。このような感じで桜並木ができてきました。全体の調整は最後に行いますので、今は大体の配置で良いかと思います。それではこの桜並木の背景を作っていきます。用紙の1枚目の一番上をクリックしてカーソルをチカチカさせておきます。挿入タブをクリックして図形の下向きの矢印をクリックします。四角形の中の正方形長方形をクリックします。マウスの形がこのように少し大きめのプラスに変わりましたら、この用紙全体を覆うように大きな長方形を作ります。全体を覆いますので、今の桜は全く見えなくなりました。大きな長方形が選択されている状態で、図形の枠線の下向きの矢印をクリックし、枠線はなしにしていきます。さらに図形の塗りつぶしの下向きの矢印をクリックします。この中から塗りつぶしの色をクリックします。色の設定ダイアログが表示されました。標準タブをクリックします。この中から空色薄めの青、こちらを選択していきます。これもお好みで構いませんが、画面ではこちらを選びました。できましたら OK ボタンをクリックします。配置を背面に再背面にしていきます。大きな水色の長方形が選択されている状態で、配置グループより背面へ移動の下向きの矢印をクリックし、再背面へ移動をクリックします。桜が出てきました。ではこの状態でこの背面へ移動した長方形にグラデーションをかけていきます。長方形が選択されている状態で、図形の塗りつぶしの下向きの矢印をクリックします。グラデーションにマウスをポイントします。グラデーションの中から単色のバリエーション、こちらを選択して、斜め方向、左上から右下をクリックして選択します。全体的に先ほどよりも薄い水色になりました。この後まだ少し直していきます。グラデーションがかかった状態で、図形の挙式設定の画面の中からバケツのマーク、塗りつぶしと線のマークをクリックします。グラデーションの設定が中ほどにあります。グラデーションの分岐点というところの一番左のゲージ、これをクリックします。ゲージが選択されていますと、ゲージの周りが黄色い色で囲まれています。
ではこちらをですね、直していきたいと思います。まずこのゲージの位置を直していきます。今位置が 0% になっていますが、これを消していただいて、だいたい41ぐらいのところにしていきます。続いて角度、グラデーションの分岐点の上に角度というのがあります。今45度になっていますが、これを消していただいて70度にしていきます。この桜並木に合わせて角度を変えています。70度で合わなければ手動で直していきます。大体で構いません。続いて2番目のゲージをクリックします。この2番目のゲージ、こちらの位置を今 50% になっていますが、55% ぐらいにしていきます。少しゲージが右にずれました。さらにこのゲージの色を変えていきます。左から2番目のゲージが選択されている状態で、色のバケツのマーク、塗りつぶしのマークの右側の下向きの矢印をクリックします。テーマの色の中のゴールドアクセント4黒プラス基本色 50% をクリックします。そうしますと、この桜並木の左の方、上の方は空で、この辺が地面になります。角度が今70度ですが、もう少し変えていきましょう。75度ぐらいにしていきます。この辺はこの桜並木の角度で変えますので、いろいろと調整してみていただければと思います。続いて3番目のゲージ、こちらをクリックします。3番目のゲージを色を変えていきます。色の塗りつぶしのマーク、バケツのマーク、こちらの右側の下向きの矢印をクリックします。その他の色をクリックします。色の設定ダイアログの中から標準タブをクリックします。色の設定ダイアログの画面を少し大きくしていきます。わかりやすいように大きくしていますので、動画をご覧の皆様はそのままのサイズで構いません。この中から薄めの緑、黄緑、この辺を選択していきます。これもお好みのもので構いません。春らしい色を出したいので、少し薄めのものを選びました。できましたら OK ボタンをクリックします。この辺が黄緑になりました。全体を見ながら、このゲージの位置や色などを変えていきます。また桜並木の位置なども、高さですとか、そういうところの調整ももし必要でしたら行ってみていただければと思います。木の数ももう少し増やしたいという方は増やしていただいても構いません。全体の調整ができましたら、背景、グラデーションをかけた背景を選択していきます。図形の書式タブをクリックし、配置グループより文字列の折り返しの下向きの矢印をクリックします。背面をクリックします。背景が文字列の折り返し、背面に設定されました。それでは最後に桜の花びらを風に舞うように散らしていきたいと思います。2ページ目に作りました桜の花びら図として貼り付けたものです。こちらをコピーして、先ほどの1枚目の桜のところにランダムに配置したいと思います。
では桜の花びらの図をクリックして選択しましたら、ホームタブよりコピーをクリックします。用紙の1枚目の一番上、こちらをクリックしてカーソルをチカチカさせましたら、貼り付けをクリックします。1枚目に桜の花びらが配置されました。ではこちらも大きさを小さくしていきます。 F とキーを押しながらで縦横比は変わりませんが、こちらはあまり気にしなくても良いかと思います。ではこのぐらいの大きさになりましたら、コピー貼り付け何回か貼り付けを行って自由に配置していきましょう。花びらの数も多くしたりなくしたり、お好きな数で構いません。自然な感じで配置していただくと良いかと思います。Aサイズ系を扱うときは表示倍率を拡大していただくとやりやすいかと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。印刷をするときは現在3ページ作っていますけれども、1枚目だけで良いかと思いますので、ファイルをクリックして印刷をクリックしますと、1枚目、2枚目、3枚目になっていますが、ページを1ページだけを指定して印刷していただくと、これだけが印刷されます。またこちらのパーツ作ったものはもういらないというときは削除してしまって構いませんが、これをアレンジしてまた作りたいという場合にはこのまま残しておかれても良いかと思います。はい、これで桜並木のおはがきが完成しました。よかったら私たちと一緒に練習しましょう。皆さんお疲れ様でした。桜並木のおはがきは上手にできましたでしょうか。桜のお花を作るときに形を整いやすくするため、今回は補助線を使いました。補助線を使って配置をしていくと綺麗に仕上げることができますので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。またパソチャ TV の別の動画でも桜のおはがきをご紹介していますので、合わせてこちらもご覧いただければと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。嬉しい、楽しい、パソチャTVまた見てね。